10月4日の調整で効果時間が 9.2 から10カウントになった大バカゲチカを紹介するよ。計略は指揮音の単体強化で戦場にいる味方の部隊数が敵より多いほど武力が上がる。上昇値は4プラス部隊差の数2部隊差以上で規定力が徐々に回復。それ行け進撃。隙はあっちにあんのかよ。一刀入魂。僕は帰ります。前期解放。潮時か。進撃。流派発動。一の型。忘れるかよ。進撃。まだ俺は。ダメな子。大場は5枚デッキ相手に安定して2部隊差をつけようと思うと7枚デッキになる。素振力が低くなりがちで開幕が難しい。英傑対戦の多枚数は構造力が低いから一度大幅リードを許すと逆転しにくく上級者向けの傾向のあるカード。その分計力も最大性能や回復力は高め、ある程度慣れ入る者のポテンシャルは感じるカードかな。ドカンじゃー。行け大波に乗るぞ。こんな感じで相手が城に帰った瞬間を狙えば大幅な武力上昇が狙えるよ。兵力回復も総回復量が7割ほどと高いから武力が高まった大場は計略中にはそうそう落ちない性能。それ一本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。これが乱世か。流派発動。身の型大波に乗るぞ。我が一戦を合図に陣を展開。一刀入魂。我が一戦を合図に陣を展開。まだ俺は。それ一刀入魂。
僕は帰ります。獅子の進軍からは逃れられぬ。さあ進め。どこんじゃ進撃。どんな苦難があろうとも月はあっちにあんのかよ。行け。発動。三の型。気が乗らないですね。僕ってばダメな子。忘れるかよ。それ。なんだこれ式。一本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。理性を読み波を乗り越えてこそ今回は2試合やるよ。バンドまさに不平だ。消えろ消えろ。消えろ消えろ。消えろ消えろ。行け。消えろ。命に変えても守るべきものを守る。流派発動。一の型。流派発動。一の型。覚悟はできている。いっそ見つけないでほしかったですね。何乗りだ。これでいい。それまだ俺は行け。流派発動。二の型。消えろ。行け。だね。
それ、僕は帰ります。月はあっちにあんのかよ。ドカンだ！助けてくれ！気が乗らないですね。なんのこれしき！命に変えても守るべきものを守る。行け！天気解放！死んだふりバレたか。旅立つ前、最後の剣を解くとみる。リュウハ発動。ミノカタ戦機覚悟はできている。それ、僕は帰ります。消えろ。消えゆく命。間に合った。助け立ちするぞ。大波に乗るぞ。は。月はあっちにあんのかよ。助けてくれ。乗りだ。行け。気が乗らないですね。ダメ。それ。まだ俺は。なんだこれして。僕は帰ります。ゆかりのりだ。死んだふりバレたか。耐え抜いてやる。大波に乗るぞ。ゆく邪魔者は一人残らず消そうか。行け。一本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。ご視聴ありがとうございました。